石段を登ると友人は走り屋をやっていました。夜中一人でバイクで山に行って峠道を攻めるんです。ある夜、峠道の途中に脇道へとそれる階段があるのを見つけました。その場所はそれまでに何度も通ったことはあったんですけど、そこに階段があることに気がついたのは、偶然そこにバイクを止めたからだそうです。草に覆われた石段だったんで、バイクで走っている時には気がつかなかったとか。で、その時なんとなく、友人はその階段を登ってみたそうです。登り切ったところは、小さな公園のような場所で、よく見ると墓地だったそうです。気味が悪くなり、友人は急いでその場を立ち去りました。その時は何事もなく、家に帰る頃には墓地のことは忘れているくらいでした。家に帰るとすぐ電話が鳴りました。受話器を耳に当てると女性の声で一言。今日は来てくれてありがとう。初夏の海岸。友人と車で海岸沿いの道を走っていた。夏休み前の曇りの日だったんで、海水浴客はまだいないだろうと思っていたんだが、実際は結構な人で。水が冷たいんだろうか、海に入っている人はいなかったが、どうと言ったことのない平凡な海辺の風景だった。しかし私は、かすかな違和感を覚えてもいた。やがて海岸が見えなくなった頃、助手席の友人が聞いてきた。おい、気がついたか？先ほどまでの陽気な口調とは異なり、その面持ちは幾分こわばっている。海岸にいた連中さ、みんな海の方を見ていなかった。立っている者も、座っている者も、全員が海に背を向けていたんだ。振り子時計。俺の地元の中学校の話です。各学年に3クラスしかない田舎の中学校なんですけど、一年生に少し変わった男の子がいました。仮に A 君としておきます。変わっているとは言っても、普通にクラスに混じっていましたし、クラスメートからのいじめなどもなく、うまくやってはいたそうです。それでも昼休みはいつも一人で、外で球技をする生徒や、教室で談笑する生徒には混ざってはいませんでした。仲間外れとかではなく、A 君は昼休みになると、いつも学校の来客用の玄関にある大きな振り子時計の前に座っているんです。通りかかった先生が聞いたところによると、面白いから、だそうです。悪さをするわけでもなく、ただ座って眺めているだけですから、誰も気にはしていませんでした。
A 君が入学をしてから半年くらいした頃、学校でその振り子時計が処分されることになりました。かろうじて動いてはいるものの、金属の部分は錆びていて、木製の部分もボロボロになっているためとのことでした。先生たちも生徒たちも、ああそうなんだとか、残念だねくらいの感想でした。ただ一人 A 君を除いては、その話を全校集会で知った A 君は、むちゃくちゃなことを叫びながら泣いてわめき出しました。それからというもの、お昼の12時になる振り子時計のボーン、ボーンという音が教室に聞こえてくると、突然立ち上がって言葉にはならない雄たけびのような声で毎日叫ぶのです。それはさらにエスカレートし、昼休み以外の授業中にも振り子時計の前に座っていることが多くなりました。その度に保健室に連れて行かれて、親が迎えに来て帰る、そんなパターンが続き、しまいには入院をするということで学校に来なくなりました。その数週間後、振り子時計は撤去されました。 A 君は入院中でそのことを知る術はありませんでした。お見舞いに行こうという生徒もいましたが、親御さんから来ないでほしいと言われていると先生から聞いていたためです。それから冬になる頃、 A 君が退院したらしく登校してきました。偏見などなく、温かく A 君を迎え入れるつもりのクラスメートたちでしたが、 A 君の姿を見て驚いてしまいました。 A 君の顔の左半分だけがまるで別人のようになってしまっていたのです。右半分は以前の A 君の顔のままでしたが、左半分だけが面影もないくらい変わっていました。変わっていたというよりは、目と口が釣り上がっていたんです。左目が何かで引っ張っているんじゃないかというくらい釣り上がり、口も左側だけが肉食の哺乳類のように裂けて釣り上がっていました。それはもうまさに狐の顔でした。それから A 君はクラスメートの目に耐えきれずに転校していきました。その後のことは誰も知りません。A 君は振り子時計についていた狐に見入られていたのでしょうか。目覚まし。携帯が普及し始めた高校時代の頃、まだ携帯を持っていなかった私は、普通の目覚まし時計を愛用していた。ある朝、目覚ましを止めようと、半分寝かけて枕元を探ると、しなびたリンゴのようなひんやりとした感触、平たい何かに細い枝みたいなものが伸びている。あれ？なんだろう？と思い、何度か触ってみる。枕元には、普段からぬいぐるみとか本は置いているけど、そのどれにも当てはまらない。寝ぼけた頭では、それが何なのか思い当たらず、うつ伏せの顔を開けて目を開く。ベッドの柵に、4本の指を引っ掛けている
血色の悪い手。ぎょっとして飛び起きて、一瞬だけ視界からそれが消える。恐る恐る確認しようとするが、もうそれらしいものは見えない。あんなものだってわかっていたら、ベタベタ触らなかったのに。物質。高校の時の話です。当時、吹奏楽部に所属していて、結構遅くまで練習することがよくありました。中でも私は家が遠くて、電車での通学だったんですけど、田舎ですから本数が少なく、電車の時間まで一人で部室で過ごすことが日課になっていました。大会や演奏会の前には、居残り練習をする部員がいて賑やかなんですけど、基本的に修礼が終わった後は、最後に部室を出るのは私で、部室に施錠して帰っていました。この部室というのが、学校の敷地内の一番端に離れて立っていて、隣は山ということもあり、暗くなると、本当に不気味でした。そんなある日、親が迎えに来てくれるということになり、他の部員が帰った後、またいつものように一人で部室に残っていました。部室の中の一番角にあるドラムの椅子に座って楽譜を整理していると、コンコンとドアを叩く音がしました。もう暗い外をドアのガラス越しに見てみると、母親が迎えに来ていました。それから電気を消して鍵をかけ、何事もなく車に乗り込むと、母が不思議そうな顔で尋ねてきました。後ろにもう一人女の子がいたけど、鍵閉めちゃってよかったの？ゾッとしました。部室には確実に私一人でしたし、狭い部室でドラムの椅子の後ろに人が立てるスペースなんかないんです。誰もいないと言って早く車を出すよう促し、急いで部室を離れました。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はチョキを出しました。ですのでグーを出したあなたは午後からがグーとって言うとまたね同じことになっちゃうんですけど、グググググな時間になるでしょう。ということでラッキーアイテムはですね、これは大事なことですよ。メモです。メモ。やっぱりね、いろんなことをメモっておかないと、例えば病院の次病院いつだったかなとかさ、歯医者さんいつだったかなとか、結構メモらないと覚えてるつもりでいても忘れることってありませんか？まあ、それ書類見ればいいんですけどね。ただね、いろんなことでやっぱりメモ書きというか、今、携帯にもメモできますよね。うん、最近私も忘れっぽいので、メモ書きをするように。まあ、昔から結構メモは取る方なんですよ、仕事でもね。でもね、私生活では取らなかったんですけど、結構最近ね、あれ？そういえば予約取った歯医者って、あれ？ 9 時だっけ？ 10 時だっけ？みたいなことがね、実際にその行って次の予約はとかだったらその診察券見ればわかるんですけど、電話でねちょっと歯が痛いんですけどって電話した日って、
その、診察券に書かれてないじゃないですか。あ、じゃあ火曜日の、はいはい、お願いしますって言った時に、あれ何時って言ってたっけみたいなね、ことありませんか。メモです。忘れっぽいんですよ、最近ね。ということで、お離れ婚でございました。またね。